12トリオは、チェコの鉄道車両メーカーである、イネコントラムが、アメリカ合衆国の路面電車向けに展開する、路面電車車両である。この項目では、非電格間向けに蓄電池を搭載した121トリオについても解説する。シュコダトランスポーテーションとの合弁事業で製造した、シュコダ 03T やイネコントラムが手掛けた、ヨーロッパ向けの01トリオをもとに、 大枠の強化をはじめとするアメリカ向けの仕様変更がなされた形式。両運転台式の三車体連接車で動力台車を有する両端の車体とジョイントで接続された中間のフローティング車体が床上高さミリメートルの低床構造となっている部分超低床電車で編成全体の低床率は50%である。車体の材料には CKD クトナーホラ社によって作られた プレス加工を施した圧延鋼板を採用し、前面は積層グラスファイバーが、屋根は防錆のためステンレス鋼が使用される。内装はバリアフリーに適した構造になっており、中間車体にフリースペースが2箇所設置されているほか、運転手や乗務員への連絡が可能なインターホンが備わっている。また、中間車体の乗降扉下部には、 車椅子使用客向けの自動収納式スロープが存在する。空調装置は冷暖房双方に対応している。2機の電動機が搭載された動力台車には油圧ブレーキが設置され、車輪の摩擦状態を自動的に分析し、制動を調節する機能を有する。また、台車には車体にかかる負荷に関かかわらず車高、床面高さを一定に保つ。 油圧空気式サスペンションが設置されている。制御装置をはじめとする大半の電気機器は屋根状にあり、コンテナへの収納などメンテナンスの良いさを重視した配置となっている。車両の組み立てのほとんどは、チェコストラワにあるイネコンの工場で行われ、ドイツブレーメン港を経て、アメリカへ到着した後の工事は、券売機の設置など微細なものに限られる。 12トリオポートランドの路面電車であるポートランドストリートカー向けの3両は2006年に製造が行われ、翌2007年から営業運転に投入されている。121トリオシアトルの路面電車であるシアトルストリートカーは2007年12月12日の開業に合わせて3両の12トリオを導入した。さらに2011年には、 河川が存在しない区間で持ち区電池を用いて走行可能な百二十一トリオが六両導入され二千十五年にもアマゾンドットコムの支援の下で増備された一両が運行を開始している十二トリオ十二トリオの最初の発注元となったワシントン DC の路面電車の DC ストリートカーへは三両が二千七年に製造されたが建設の遅れから二千九年十二月までオストラバの 工場に保管され、ワシントン DC 到着後も、長期の試運転に用いられた。DC ストリートカーの車両として、営業運転を開始したのは2016年2月27日からで、ある。ありがとうございます。